自画像、ジャンル・サマリーの肖像、ルイズ・アベマは、フランスの画家、彫刻家。エタンプで生まれ、パリで亡くなった。社交界の人々を描いた、肖像画で知られる。ルイズ・アベマは、アンリエット・アヌ・ゾフィー・ダストワンと、エミル・レオン・アベマ施爵の娘である。アベマ施爵は、パリオル・レアン鉄道会社の社長であり、エタンプ駅の駅長もしていた。ルイズ・アベマは、シャルル・シャプラン。 ジャン・ジャック・エネ、そしてカロリス・デュランに指示した。18歳の時に描いたサラベルナールの肖像画により、名声を博す。サラは、ルイズの恋人であったが、そのことは1875年に世間に知られるようになった。サラベルナールは、1878年に、自分一人で大遺跡から、ルイズ・アベマの胸像を掘り上げた。70歳を超えて亡くなる。 前年の1926年まで定期的にフランス芸術サロンに出品し、1881年には加作も受賞した。1893年にシカゴで開催された万国博覧会にはフランス芸術家女性代表団に属して出席した。なお、同代表団は万博で女性の建物と呼ばれる会場の中で再編成されている。 1906年には、レジオンドヌール勲章を受けた。また、ルイズ・アベマは、芸術絵画の副業として、ルネ・メイツロイが発行する、ラメール氏に素うイラストを寄稿していた。20世紀の初め頃は、マドレーヌ・ルメールのサロンに足しげく通い、そこで、ロベール・ド・モンテスキューと知り合う。しかし彼はこの出会いを、皮肉たっぷりに描写するし、アビムにしてしまった。ルイズ・アベマは、 1883年から1908年の間、パリのラフィット通り47番地にアトリエを持っていた。1927年に74歳で亡くなった。ボショはモンパルナス。ジョリスカル・ルイ・イスマンスは、現代の芸術という批評作品の中で、ルイズ・アベマが1882年にサロンに出品した、式という連作ポスターを題材に取り上げて、批評を書いた。 ありがとうございます。